はい、こんにちは、こんばんは、タカです。ドル円が月足で重要なポイントに差し掛かってますんで、大きな足で見ていきたいと思います。まずこちらドル円の日足に月足を重ねています。こういった波で、相場をずっと見ていたんですけども、この戻り高値ですね、ちょうど面合わせをしてきています。ここを抜けるか抜けないかというのはとても大事なポイントではあるんですけども、同時に月足の実体部分ですね、ここにも抵抗線があるんですけども、ここはもう完全に抜けてるんですよね。これ月足ですんで、まだ2月、少し期間があります。2月残りの期間で、ここの位置をキープできるかどうか、ここも重要なポイントになってくると思います。もしここを上抜けてきた場合、この月足の波が転換するという形になりますので、大きな流れでの転換点ということになって、ものすごく大事なポイントになってきます。2月のクローズですね、どこの位置になるのかというのは本当に重要なポイントになってきます。はい、こちら4時間足に週足を重ねています。もうこれは完全に上に抜けてる相場ですよね。どこで止まるかっていうのはもうちょっとこのサイズのチャートでもわからないですよね。値動きを見ての判断ということになります。はい、こちら1時間足に日足を重ねています。日足では完全に伸びてますけども、1時間足ではこの辺でようやく少し持ち合いを作り始めています。まだこれが天井圏になるかどうかっていうのは全然わからないですよね。ただ完全に上への波ができてますんで、この波が、騙しみたいな形でこういった風に落ちてくるっていうのは少し考えづらいですね。反転するにしても、相場の反転にはやはり時間がかかりますんで、上昇の速度が速すぎるからと安易なショートをしてると痛い目を見るかもしれません。はい、こちら15分足に4時間足を重ねています。朝方ね、15分足でこういった形で持ち合いを作ってたんですけども、この中にある小さな持ち合いから、上を抜けてきています。ここのポイントでロングのエントリーしています。トレンドフォローする人にとってはね、ロングエントリーしやすかったポイントなんじゃないかなと思います。ロスカットはこの枠の下の部分になります。今日は夕方とか夜にしっかりした押しからの反転がいっぱいありましたんで、そういったところもエントリーしています。また小さな足で説明をしていきたいと思います。はい、こちら5分足に1時間足を重ねています。わかりやすかったのはここの部分ですね。先ほど見ていただいたように、4時間足ではこういった形で枠を捉えることができていました。その枠の中にある枠ですね、この枠を上に抜けてきた、ここのポイントですね。ここでロングのエントリーをしています。ロスカットはここだったので、少し距離があったので、その分はポジションサイズを落として対応しています。なかなかこれだけのボラのある相場なんで、普段通り10ポイントのロスカットという形でくくってしまうと、なかなかエントリーチャンスがありません。こういったのはもう仕方がないですね。相場に合わせるしかないので、ロスカットポイントはなるべく長く伸ばしています。その分ポジションサイズは小さくして、より大きく狙っていくような形になっています。今日はもう押し目はどんどん拾っていこうと考えていたんで、例えばこういったところですよね。1時間足ではサポートされてるんですけども、下を何度もこういった試してますよね。こういったのが反転してきたこういったポイント、こういうところでもエントリーをしていたりします。ここもそうですね、こういったところ、小さな足で持ち合いを上に抜けてきた時のプルワークですね、こういったところでエントリーもしています。ここもそうですね、1時間足がサポートされたと、考えてこの押し目上に抜けてきたこういうところでエントリーをしています。こういった細かいエントリーがすごく多かったんですけども、基本的には押し目買いという方針で相場に参加してたので、ある程度取ることができました。でね、かなり伸びてきてる相場ですんで、当然ショートの選択肢もあるかと思うんですけども、こういった1時間足の塊が今できてますよね。ショートを狙うなら、せめてこの1時間足の反転ぐらいは見ていきたいところです。例えばここを下に一旦抜けた後のプルバック、こういったところをショートを狙うのは全然ありだと思うんですけども、この枠の中でショートを狙っていくというのは今のところ考えていません。ここがもし天井圏になるのであれば、かなりこの天井圏というのは複雑な値動きになってくるんですよね。相場の反転にはすごく時間がかかるんです。この相場の反転には時間がかかるというのをテーマに今動画の方を作っていますんで、今日か明日にはねアップすることができると思いますんで、特にねここをショートでエントリーしてしまったような人は、ぜひご覧になっていただきたい内容になっていると思います。きっと勝ててない人にとってはね、ヒントになるようなことはねあると思いますので、ぜひご覧になってください。ということで、明日もドル円は基本的には押し目買いのロング、狙うのであればこういった1時間足のサポートを割れてから、ショートの方は考えていきたいと思っています。はい、変わりましてこちらユーロドル4時間足に週足を重ねています。正直ユーロドルはもうほとんど見ていませんでした。理由はここの塊ですね、ここに切り板が走っています。この切り板を挟んで揉み合ってるんで、このマグネット効果ですよね。抜けても戻りやすい、下に突っ込んでも戻りやすいという形で、すごくトレードのしにくい環境にあると思います。まあ、こういったマグネット効果を利用したトレードも別にいいと思うんですけどね、今はドル円がしっかり動いていますので、あえてこちらを狙ってやる必要はないかなと思っています。はい、こちら1時間足に日足を重ねています。このサイズで見てもあまり変わらないですね。ここを持ち合い、そしてここが
切り板になりますんで、ここを行ったり来たりする相場が続くんじゃないかなという考えです。この切り下げラインが一応メドになってるんですけども、ここへ向かっての早戻しというんですかね、戻りの相場っていうのはある程度想定はしてるんですけども、とりあえずはここを一旦抜けてくれないと話が始まらないですよね。日足レベルで一旦大きな戻りがないとエントリーはできないと思いますんで、今のところユーロドルをメインにトレードをするつもりはありません。ちょうどねドル円も動いてますんで、そちらの方を中心に考えていけばいいかなと思っています。はい、こちら15分足に4時間足を重ねています。ここが切り板ですね。すごくヒゲの多いチャートになってるのがわかると思います。こういったの取るのはすごく難しいですよね。もう戻ることを決めつけてこういったところでエントリーしていくような形はあると思いますけども、もしこれが仮に抜けてきたときはそのポジションというのはね腐ってきますんで、なかなかそういったリスクも取りづらいなと思います。ということでね、やっぱりユーロドルはちょっとやることがないかなと思いますね。はい、こちらポンドドルの1時間足に日足を重ねています。この波をイメージしてると、ずっと言い続けてるんですけども、今回この押し安値を割ってきてますよね。まだヒゲの部分なんで、実体でしっかり割れてないのではっきりしたことは言えないですけども、今のところはこの波をしっかり捉えてるという形でいいと思います。つまりどこかで戻ってきた場合は積極的に打っていくような形、そういったのを狙っていきたいですよね。はい、こちらポンドドルの5分足に1時間足を重ねています。昨日は1本ね、分かりやすい動きがありました。ここの1時間足のサポートですね、ここを上に抜けてきたんですけども、ヒゲで回収されています。これを見てここでショートですね。ロスカットはここの上のここの部分リグに関してはこの移動平均線を上回ってきたここの部分ですね。ここでリグを入れています。こういったね上を抜けそうな動きを見せてからの底抜け、こういったのがあるとねすごく分かりやすくてエントリーもしやすいですね。まだまだポンドドル上への反転の形にはなっていませんのでね、中途半端なね戻りがあった場合は積極的にショートの方を狙っていきたいなと思っています。ということで、狙いに関してはドル円とポンドドルを引き続き今日も狙っていくような形になっていくと思います。ただ特にドル円の方はですね、天井圏の方を作りつつあると思いますので、その天井圏のど真ん中でエントリーするのはちょっと怖い部分があると思います。なるべく下や上に引きつけてのエントリーを心がけたいところです。それでは今日も頑張っていきましょう。